はい、皆さん、こんにちは。レック専任講師、森田隆二です。それでは私の方からはですね、経済学についてお話しさせていただきます。まず画面を切り替えていきますが。 経済学ということでありまして、えー、と本日の構成ということでありましてですねまず経済学の本試験の傾向をですね、まあ、ざっとを確認していこうかなというふうに思っておりますねあの、まあ、2018のですね本試験を振り返ってということでミクロ経済学マクロ経済学ねミクロ経済学は藤原先生マクロ経済学は村瀬先生ということだったわけなんですけども、まあ、それを簡単に振り返ってですね、まあ、どういうふうにそれを踏まえてねどういうふうに勉強していくのかっていうこと 見ていくわけけなんですけども、まあ、試験傾向それから平均点なんかにも述べようかなというふうに思っておりますね。 でそれを踏まえましてねどのように学習をするのかということでありまして、まあ、使用する教材ですねこれやっぱりとても大切になってくるかなとこれからまあ1年ちょっとありませんけども勉強する際に使用する教材これを絞り込んでですねそれをひたすら勉強していくということになるかと思いますけども使用する教材についてもお話しいたしましてそしてそれを選んだならばですねどのようにインプットしていくのかなと。 それからアウトトプットはどういういふうにしていくのかかと、えー、それからですね、えー、答案の中身と見た目ということで、まあ、多くの受験生の方は、答案の中身に、ねえー、配慮される方が結構いらっしゃるかなと、まあ、多くの、まあ、ほとんどでしょうね、えー、ほとんどの方は中身についてね、しっかりとしないといけないという認識はお持ちかと思いますけど、見た目に関してね、まあ、結構その重視してない方もいらっしゃるのかなというふうに思うんですね。まあ、そんんななお話なんかもちょっととさせてていいただこうと思いまして <laughs> で最後にバランスの良い学習ということでやっぱり食べ物と同じでね、えー、やっぱりバランスよく勉強していかなければいけないというのが私の、まあ、信念というかね考えなんですけどもそんなお話もさせていただこうと思っております。では、 えー、経済学の試験傾向とということでありまして、えー、まずミクロ経済学ということなんですがあ藤原徹試験委員ということでこの方5年目ということだったんで、まあ、来年やっちゃいますとですね6年目ということなのでおそらくですね交番かなと、まあ、5年間、ねえー、お勤めになったということで、まあ、結構長いかなというふうに思いましたんで、まあ、私ねひょっとしたらこあの2018は違う方なんじゃないかなというふうに思ってたんですけど、まあ、2018も続投ということだったんで、まあ、2019やっちゃうとね6年目ということ ということですからまあさすがに交番なのかなというふうに思っておりますね。 でえー、この方が出されている問題というのは、まあ、基礎レベルということでありまして本年に関してはですね2018年に関しては独占と費用低減産業ということで、まあ、独占も私の授業では重視しておりましたし費用低減産業はですね公開模擬試験の第1回目で扱っておりましたし、まあ、あるいはプラスアルファトーレンの4回目総ざらいの9回目これでもね、えー、費用低減産業やってましたんで、まあ、多くの方は、まあ、昨日、まあ、ちょうどこのね、えー あの論文再受験のための最新情報と学習の指針の,、まあ、あの生講義をね水道橋でやってたんですけども、まあのえーまあ、再受験される方が集まってということだったんですが。<laughs> えー、お話ねその後、えー、させていただいたんですけどもやっぱり経済学のミクロに関してはほぼほぼ満点に近かったっていう方は結構多かったかなということで、まあ、やっぱり、えー、私の方で推してた論点がね出たということで、まあ、あできた方が多かったかなと思いますね。でね藤原先生のねその問題っていうのは非常にまあ、いい問題が多くてですね、まあ、今年は若干簡単すぎたかなというところがあるんですよ。で今年はちょっととととねあの鑑定試験ののレベルを考えるる簡単すすぎたかなというところがあああんですけどもまああの この掃除でですね、五年間掃除てみますとですね、出すところも非常に、えー、不動産鑑定士になった後にですね、必要なそういった分野から出題されておりますし、レベルもですね、難しすぎないということで、まあこれは非常にいいのではないかなというふうに思っておりますね。まあやっぱり国交社なんかは、あのーまあのま短期合格というのを可能にさせようということで、あまりにも難しい数式なんかをですね、出さないように、あるいは抑制するというふうに言い切ってるわけなんですよ。えー、最近の試験はもうあまり 難しい数式とか出さないようにしますよというふうに言い切ってるわけで、でそれを踏まえてですね、藤原先生はミクロを作られているということで、まあ、非常にそういったのを考えるとですね、まああのー、 まあいい問題と標準的な問題とやや今年に関しては基礎レベルだったかなと基礎すぎたかなとだから結構ミクロに関しては、まあ、満点近い答案が続出したのではないかなということですね。でね藤原先生がねどうして今年ですね、まあ、まあ2018ですねあの簡単な問題を出したのかとマクロ経大学次に述べますけどねあの村瀬先生が毎年ハードな問題を出すんですよ。で今年もハードな問題を出しましまねで村瀬先生が、まあ などんな問題を出すと でフジ先生の立場で今話してるんですけどね。でフあのフジ先生もハードな問題出しちゃったらもう本当平均点がね10点とかになっちゃう可能性もあるんですよ。平均点が10点切る可能性もありますよね。そうなっちゃいしまいますとね国交省が目指している方向性って全然違ってしまう。そもそも6割をまあその合格点のまあ目安としているわけですよね。6割なんで全然届かないということになりかねないわけなんですよ。ですからムラセ先生が非常にハードな問題を毎年出すんでミクロをちょっと優しめにしない ないとまあ、平均点が上が上らない合格ラインの60点というのがね、えー、満たされないということになってしまいますから、まあ、そういうね、まあ、村瀬先生あの、えー、藤原先生の配慮がね働いて、まあ、ちょっとねあの藤原先生としても あの藤原先生5年目ですからね藤原先生5年目ですから5年間こう採点されてるわけですから、えー、今年はちょっと簡単すぎたかなとだけど、えー、自分も、えー、ちょっとねレベルの高い問題を出してしまったら平均点が非常に下がってしまう可能性がある、えー、合格点が60点をずいぶん下回ってしまう可能性があるそれはちょっとねまずいのではないかということで、まあ、おそらく、まあ、非常に、まあ、鑑定試験で考えると、まあ、標準以下の、ね、問題を作ってきす。 来たのかなというふうに思っておりますね。やっぱり費用低減産業だとか独占だとかですね。これ、市場の失敗のエリアなんですよ。あの不完全競争を含めたまあ、市場の失敗っていうのはですね。まあ,あの今のマーケットを見てみますと。とまあ いろんんななマーケットでで後半に起こってるわけなんですよね、まあ、完全競争というのが成り立ってるマーケットなんてそもそも少ないわけで,でえ我が不動産市場ですね、えー、不動産関係者はやっぱり不,不動産市場のプレイヤーですからで、えー、不動産市場もやっぱりですね市場の,あの失敗がまあいろんなところで起こるということでありますからその市場の失敗に対する理解っていうのが非常に必要になってくるということで、まあ、例えば昨年であれば2017であればあ外部性が問われましたしね。 ライブスも私の公開模擬試験出してますよですからそれも的中だったわけなんですけどもあの2年連続 <laughs> ね えー、その市場の失敗から出してきてるわけでそれなんかもやっぱり不動産市場というのをですね、えー、そのまあ、うん、意識しての問題ということで、まあ、あのレベルそれから内容ともにですねまあ非常にね、えー、いい問題だなというふうに私は思ってますんで、まあ、ですからその藤原先生がね、まあ、来年おそらく交番ということだと思うんですけどもう一年本当はやってほしいなとは思ってるんですよね。 まああの先ほど市場の失敗の話を言いましたけども公共財も出してますしねそれからゲーム理論も出したのもこの方なんですよ。あのね私ねもう、えー、今年で11年目なんですけどねあのゲーム理論がねずっと出てなかったんですよ。ゲーム理論が今まで鑑定試験ででは問われてなかったんですねであの経済学の、ね、現状を考えるとねゲーム理論が問われないっていうのはおかしな話なんですよ。もう今やもう経済学はゲーム理論っていうのは必須のツールであって、まあ、大学の学部生からも勉強するそういった一つの道具なんですよ。 ですからゲーム理論と経済学というのは切っても気に離せない関係にあってなぜそのゲーム理論が経済学の試験で問われてないのかというのは本当に七不思議だったわけなんですけどその七不思議をぶち壊してくれたのがこの藤原先生だったということで、ねまあ、公共財と抱き合わせて出したということなんですけどもですからまあ藤原先生というのは、まあ、そういったねあの経済学で必要なそして不動産市場というのを考えて あの出題されてるということでありますから、まあ、私としてはですね、まああのえーまあ、非常にいい,、まあ、いい問題出す方だなというふうに思ってたんですけどねでは次のお話で、えー、マクロ経済学ということで、えー、村瀬先生ですね村瀬秀明試験委員ということで、まあ、おそらくこの方は続投なのではないかなというふうに思っております。 え村瀬試験委員なんですけどね、うんまあ、今年で3年目ということで、まあ、来年4年目というふうになりますけど、まあ、4年はやるんじゃないのかなというふうに思いますね。で、まあ、非常にですね、まあうん、村瀬先生の1年目の問題1年目2年目と非常に長文の問題が出されましてですね、まあ、我がレックもですねあのその長文問題を、えーまあ、2018年あの合格向けの,その直前期の講座ではね的中等連、練公開目次元それからファイナル模試とですね、えー、長文問題を作っています。 作ってですねそれで提供させていただいたとやっぱりね本試験仕様にしないとですね本試験仕様にしないとやっぱりなかなかねいきなりあんな長文出されてですね解けませんよですから練習もしっかりと本試験のに近いね形で練習をしておかないとやっぱり私は力を発揮できないということになってしまうと思うんで、まあ、レックのその教材はねえ本試験のそのえー の問題とかなり似せてね作ってたわけなんですけど、まあ、今年に関してはちょっと外してしまいましたねで何を外したのかっていうとハイレベルなのもハイレベルの問題を取材されるというのはもう想定済みだったんですけど経済成長から問われたんですね。 あの経済成長というのはね2014年の大野、まあ、試験員という方若い方なんですけどその方が出題されたということで2014年だからまだそんなに時が経ってないじゃないですか、まあ、10年20年経ってんだったらそろそろ出しましょうという話は分かりますよ経済成長ね、まあ。例えばゲーム理論今まで出てないと それ出さないといけないいいいとけでしょうっていうね例えばあさっきの話で言うと公共財昭和62年から出てなかったんですよやっぱり公共財の知識っていうのは鑑定士には必要ですよ市場の失敗の一つの話としてですから公共財なんかは62年から昭和62年から出てなかったこれやっぱ出さなきゃいけないとゲーム理論今まで出てなかったこれ出さなければいけないねそれは当たり前なんですけど経済成長は大野先生が2014年に出してますんでまだいいんじゃないのかなっていう私の気持ちの中であったんですよ、まあ、確かに経済成長というのはですね、まあ、我が日本を考 考えますと、潜在成長率が非常に低くなってる。1%いってないぐらい1%ぐらいなんですよ。潜在成長率がね。で、これからどんどんもう日本経済やばいかもしれない。なぜやばいのかっていうと、えー、少子高齢化で貯蓄率がどん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 下がってるわけなんですね。貯蓄率っていうのは？ 少子高齢化だと下下ががるるんですよなぜ下がるのか貯蓄っていうのは働いてる方はどんどん貯め込みますけど、えー、高齢者の方っていうのは貯蓄を取り崩すすわけなんですよねでこれだけ高齢化が進みますと若い方が貯蓄して貯め込む額よりも、えー、高齢者の方が取り崩す額の方が多くなっちゃってっていうことで、まあ、あるいはトントンだったりあるいはギリギリね、えーまあ、その貯蓄の方が多いぐらいだったりということで、まあ、いずれにしても貯蓄率っていうのはどん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 目びり してっているわけなんですよねで、貯蓄率が下がるとですね経済成長の理論に踏まえて考えればあの経済成長が非常に低くなってしまうんですねですから貯蓄率の高さというのは経済成長にとっては大切なんです日本経済がなぜ戦後あれだけ成長したんですかと一つの理由となっているのはやっぱり貯蓄率の高さなんですよ日本経済がまあ、例えば70年代とか60年代とかやっぱ貯蓄率が非常に高くてですねまあ,あ一番結構高かったのは一番かどうかは分かりませんけど結 結構高い時なんかはね、25%ぐらいの貯蓄率があったと思うんですよだから今5%切ってますよ 非常に貯蓄率が下が下ってますよですから貯蓄率っていうのは経済成長の源泉であってそれが非常に下がってきてるっていうのはもう日本経済やばいっていうことですよね。であと人口も減ってきてますよね少子高齢化で。減ってくるということはそれだけ経済成長もあのやばいっていことです経済成長率が落ち込む可能性があるということですよね。じゃあどうすればいいのよとどんな政策をすればいいのよと、ね、経済成長のあの、えー、をするための成長戦略どうしようかとこれはやっぱりねまあ鑑定士さんも考えておく必要がある のかなというふうに思うんで経済成長のお話をですねあの出すなとは私は思いませんねやっぱりある程度は必要かなとだけど2014に出してるからまだ良かったんじゃないのかなというふうに思ってはいるんですよねそして非常にハードな問題だったんですよねあのちょっとここでも書いておきましたけどねまあ、計算力数式展開力ということで非常にハードな問題が出ちゃったんですよ あのまあ、具体的に言えばですね微分の非常に難しい公式を使わないと解けないとあの合,成経済あのえ合成関数の微分の公式っていうのがあるんですけど、まあ、私,の私大学で教えてますから大学であの経済数学という講義があるんですよで経済数学というのは年大学の1年生に教えてる講義があるんですけど、まあ、経済数学のその講義だったら、まあ、数学に特化してますからねその合成関数の微分の公式だとか、えー、積の微分の公式だとか、まあ、それは私は教えますよ。でどういうい、えー えそのね、まあ、証明みたいなのも簡単にやるんですけどもでまあそのだから大学生にはそういうふうに教えたりね大学4年間勉強するわけですから数学というのを使ってですねですからまあ教えますけども、まあ、我が不動産鑑定試験の経済学の位置づけっていうのは教養科目なんですよ。ですよですからそれでね結構合成,が合成関数の微分の公式とかそういう のちょっと出ちゃったんで、まあちょっと逆行しちゃってるのかなとも思いましたね今回の数式の展開とかね、もうもちろんそのヒントがありますよもちろんヒントがありますけども、まちょっとやっぱり鑑定試験の受験生の方にとっては難しい数式の展開だったのかなというふうに思いますね。まあ、理系の方も,もちろんいらっしゃいますから、あの建築士一級建築士とかねそういう方もいらっしゃいますし、まああの結構理系の方っていうのもその不動産鑑定士をあのあの目指す方で結構いらっしゃるんですよね。まああるいは会計士の方なんかも 数字が強いですからそういう理系の方あるいは結構ね大学院で理系出身の方なんかも私の合格者の中にも結構いらっしゃいましてねですから理系の方だとかあとそういうね数字に強い方とかそういった方は国立大学の出身の方なんかも数学で受験してるっていうことで得意だったりということでだからね私の感覚だとね合格者が100100名超えてもおりますけどもそのうちのね まあ10名15名まあ多くて20名ぐらい、えー、非常に難しい、えー、数学のね数式の展開だったんですけどできてます、えー、私があのー、まあ本試験を切るっていうのがね。 あの8月に本試験が終わった後にしたんですけどもやっぱりこう、えー、そのお講期というか、まあ、その本試験を切るというその後期が終わったあと、えー、受験生の方とお話しましてまだやっぱりねできている方いらっしゃいましたねでもやっぱりそのとあの、えー、理系の方だったりね、えー、数,数学が得意な方だったりということで,で、まあ、そういうのを考えますとね、まあ、ご合格もちろんされてましたけどそういうのを考えますとまあ合格書の中にまあ 多くて20人かなとだから他の合格者の方はまあその数式の展開ねちょっとできなかったっていうことだったと思うんですけどそれでもやっぱり受かってますからだからその、まあ、難しいね数式の展開なんかが出たらもう逆に開き直ってですねこれはもうどうせできないと。 まあ中にはでできるる方いらっしゃるでしゃょうと一級建築士の方とかあるいは理系の方とかいらっしゃるわけですからだけどやっぱりねまあそんなに多くないですから多くて20人だと私は思いますんで、まあ、ですから、まあ、そういうのを考えますとですね、えーまあ、数学ももちろんできた方がいいんですけどもだから昨日もねその終わった後に質問受けましたけども、えー、こういう難しい数学なんかを、まあ、例えば教科書なんかどっかテキストなんかをこう買ってきてですね解けるようにしなければいけないんですかということ とまああのねそういう質問なんかも受けましたけど、それをやっちゃうとはっきり言って経済学です三百五十時間の勉強時間を超えてしまうんですよ。あのだいたい二千時間論文式試験の勉強時間というのはまあ我々レックは必要だと思ってるんですよね。それはもう講義の時間、えー、それから答案練習会の時間、すべて込み込みでということなんですけれども、論文式試験には二千時間必要であろうと。でまあ経済学はまあ三百五十とかまあ三百ないしは四百人によってはまあそれぐらいお時間いただきたいというふうに思ってるんですけど。 やっぱり数式の展開だとかそういう難しいものまで含めてやろうとするともうそんなのはもう全然ね350年収まりませんから500600700によっては1,000時間必要になると経済学をね本当に極めようとしたらもう本当に何千時間って必要なんですよ。 まあ司法試験は八千時間とかね、何千時間というふうに言われますけど、経済学も本当にちゃんとやろうとしたらね。八千時間、一万時間、これ一万時間やらないとね、プロにはなれません、はっきり言って。ね、で、だから経済学を本当にやろうとしたら、え一、ー、万時間とか絶対必要になっちゃうんですよ。でも、そんなこと言ってたら、日が暮れちゃいますから。ですから、まあ絞り込んで勉強するということで、だから教材っていうのが必要になるわけですね。本試験に対応した教材っていうのが、だからこそ必要になるわけですよ。市販のものを選んでやったらですね、市販のものを、えーえー、買ってきてね、やってたら。それ もうね全然こう本試験対応になってませんから内容はいいかもしれない素晴らしいかもしれない分かりやすいのもあるかもしれないだけども本試験出るところとか傾向が違ったりしますからはっきり言って遠回りなんですよねですから教材の選び,って選,び教材選びっていうのはとても大切になるわけなんですけどもですからまあその数式の展開なんかをね まあ、しっかりやろうとそれはあの確かに必要なんですけどもやっぱり短期合格というのを考えていただいてねそれであれば他の、えー、例えば鑑定理論の暗記の方に時間を回すだとかそっちにこう、ねえー、時間を使ってた方がはっきり言ってコストパフォーマンスが高いですから、まあ、そういったところを、まあ、ちょっと戦略的に、ね、考えて頂ければと思いますね。ですから、まあ、あの例えば今年,の、ね、問題今年の問題今年の問題ぜひね解くとかないは別にして見ていただきたいんですはっきり言って、ねあの。どっかで公開されてますから、えー、国交省のホームページ見ても載ってますし。 えー、レックの,あのホームページでも、えー、田下さんのホームページでも確かあると思いますんで、まあ、あの問題だけは是非さっと見ていただければと思いますけど難しい数式の展開とかねそういうのはね、まあ、今年の問題に関してはあそこまで難しい展開はちょっとんいいかなとは思ってるんですよね私はね。 ですから、まああのー、時間の制約がありますからねその制約の中でやっていくとそしてバランスよくやっていくそういった勉強をねやっていただかないと、えー、2019これ間に合いませんからもう1年切っておりますんで間に合いませんから、まあ、効,率の効率よくというのをね、えー、念頭に置いていただければと思いますね。 でえー、と経済学と会計学の平均点ということなんですが、えーまあ、ちょっとねざっと経済学見ていきますけどまずですね、えーとまあ、2016年からあーこの村瀬先生という方が加入したわけですねで藤原先生は2014年からなんですよ。 で2014年から藤原先生はあまあ担当されておりますよとで村瀬先生マクロ経済学の先生ですけども2016年から担当されておりますよということで、まあ、村瀬先生が担当されてから、まあ、平均点が20点落ち込んでるわけなんですよね。まあ、去年の方が低いわけなんですけど、えー、まあ今年は36.8 36. 点ということでね。でね ここ今年36.8点なんですけどもはっきり言って村瀬先生のその配慮がなければ。 あもう平均点はもう10点15点ですよおそらく10点切ってたかもしれませんよねあの全然できませんという声が多かったですよで全然できませんという方も受かってますはっきり言ってさっき申し上げたあの数学が強い方それはあのよく理解できないけどあのあの、まあ、数式解けましたという方もいらっしゃいましたしあの解けた方ももちろんいらっしゃるんですけどいや数式よく分かりませんよと、ね、解けませんでしたとでも受かってる方いらっしゃいますからだからそのまああのだけどその あのそうですねだから数式解けない方も結構受かってるんですよ。それを考えるとあんまり点数がマクロでいってないはずなんですねできてないわけですからいってないはずなんですよ。いってなくても36.8点平均点があるということはやっぱりミクロ経済学で大量にですねまあ点数が あ獲得されているととうことですねやっぱり我が不動産鑑定試験の、ね、レベルを見ますとですねやっぱりあのミクロの,そのレベルであればあの今年の藤原先生のレベルであればやっぱり50点いっちゃうう方結構続出してたと思うんですよねなので、あのー、まあ藤原先生の配慮でですねこの平均点が36.8点に下げ止まってるということだと私は分析してるんですね。だから藤原先生じゃなかったらこれ偉いことになってたかもしれないですよね。ですから藤原先生 今年5年目だったわけですねで藤原先生は村瀬先生のそういった問題とか、ね、もうあの村先生3年目ですからもうう見てるとですから、えー、ちょっとその配慮しようというそういった気持ちが働いたと思いますけどその初年度の方だったらそもそもさじ加減が分かりませんから、ね、不動産鑑定士っていうのは不動産資格の最高峰であると最高峰の方々が受けるんだったらやっぱり難しい問題を作んないと失礼に当たるであろうっていうふうに解釈して試験員をやるのであれば難しい問題来ちゃいます。 ですよね。 でもしそんな問題がミクロでも来ちゃったら本当に平均値がものすごく下回ってしまうということが起きちゃったわけですよですから今回藤原先生のその配慮で36.8点に点数が下げ止まってるっていうふうなことであってこれはだから来年度はねはっきり言ってね私ちょっと分かりませんけどまず来年度が藤原先生がね私がまず描いてるストーリーはですね藤原先生がミクロ経済学交番で新しい方が入ってくるとでマクロ経済学は続投で村瀬先生これが一つのつの。 シナリオだなんですよ私が描いてるね、まあ、両方交番あるいは両方続投これもありえますけどまあね村瀬先生もう一年やるんじゃないかなというふうにまあこれはあのそういうふうにまあなんとなくですけどね持ってるんですよね。 ね、新しい方がね藤原先生の代わりに新しい方が入ってきてでその方がそのさじ加減やっぱり分かんないわけですから難しい問題を出しちゃったら本当に経済学が荒れるかなというふうに思いますんで来年はね本当にね、あのー、非常にどんな年になるのかなというふうに思いますね。 まあ、ちなみにねこの2014年度はね大野先生と藤原先生これ初年度だったんですよで、えー、マクロ経済学担当した大野先生っていうのが経済成長を出して非常に難しい問題だった非常に2014年経済成長難しい問題だったんで大野先生初年度だからさじ加減が分かんなかったわけですよさじ加減が分かんないから難しい問題を作りすぎちゃって平均点が25.9点なんです、ね、で、えー、2015年大野先生はあ,あちょっと難しすぎたんだなと。 さじ加減分かんなかったから、難しすぎた、だ、あの、えー、採点して思ったよと。さじ加減が分かんなかったから、ちょっと難しいのに投げちゃったけど。えー、ちょっと、えー、じゃ、あ優しくしようと思って、優しく今度しすぎちゃって。六十一点、九点まで平均点が上がっちゃったってことで。まあ、非常に、だからね、さじ加減難しいんですよね。まあ、大学の先生が取材されておりますから。まあ、だいたい経済学の問題を、そのね。あのー、学生さんに解かせてですね。だいこう、レベルは、う、かるわけな。 なんですけどやっぱり不動産鑑定試験の受験生のレベルと学部生の受験生の学部生のレベルっていうのはまた全然違いますからだからそのは難しいんですよねでそのこの2015年のね大野先生のさじ加減ちょっとねあのいや難しいの作りすぎちゃったからじゃあちょっと優しくしますっていうふうにやっちゃったらあの優しくしすぎちゃって平均点が上がりすぎちゃったと。 で藤原先生は続投で大野先生は降板で村瀬先生が加入して藤原先生の配慮によってこの平均点が保たれてる来年もし藤原先生が降板しさじ加減が分かんないから難しい問題を出しすぎちゃうような先生が来たら平均点が私は25.9点をずっと下回るのではないかなというふうに思ってるんですよね。 まあ、ちなみに会計学もちょっと見ておきますけど会計学はね今年初年初度だったんですよあの山田先生という立教大学の方利益概念が専門なんですけど山田先生とあと坂上先生坂上先生法政大学の先生ですけどディスクロージャーが専門の方なんですけど今年初年度ということでやっぱりさじ加減が分かんなかったということで54.4点ということでちょっと高めに出ておりますよね。 平均点がずっとやっぱり会計学ねそれほど難しい問題ではないんですよそれほど難しい問題ではないんですけど平均点がちょっと低めかなっていうふうに思ってるんですねだから我が不動産鑑定試験のかあの、えー、会あの受験生の方会計学苦手な方が多いのかもしれませんねそれほどレベルは難しくないんじゃないのかなっていうふうに思うんですけどまあ、結構その平均点が低いとだから平均点が低いっていうのいう情報を持っておそらく作ってるんでしょうね。 試験員の方はだから初年度で平均点が低いからじゃあこれぐらいの問題でいいかなっていうことでちょっと優しかったんですよ今年に関してはね。 あのまあ利益概念ということで、あの山田先生はあのあごめんなさい山田先生というのは利益概念が専門の方ですから、まあ費用と収益の対応というねそういった問題、まあ引き合い的だとか繰りのべさんだとかそんなのもちょっと引っ付けて問題出したということで非常に伝統的な問題出たんですよね。山田先生はね利益概念ですからまあ包括利益とかそういったところまで突っ込んでっていうのも全然あり得るんですけど、まあ来年以降になるんでしょうね。まあ今年は初年度ということでまあ基本的なオーソドックスな問題伝統的な企業会計原則のね問題を出し してきたとということなんですけどもで一方で坂上先生はですねあの固定資産、ね、出してきたとということですね、まあ、あの収益的支出だとか資本的支出だとかの交換をした時の取得原価だとか、えー、付随費用どうしますかとかそういうまあ固定資産を出して有形固定資産を出してきたわけなんですけどちょっとまあ鑑定試験のレベルとしたらちょっと簡単だったかなということで、えー、54.4点ということでまあ鑑定試験の受験生の方会計が結構比較的苦手な方が多いと思うんですけどやっぱり あのレベルの問題だったら、えー、50点を平均で超えるんだなということでだからやっぱりさじ加減難しいんですよ本当に非常にさじ加減難しいんでだから会計学は来年難しくなりますよこれだって54.4点って平均でちょっと上がりすぎちゃってますからこれはやっぱり坂上先生も山田先生もああじゃあやっぱり官定士の受験生の方っていうのは会計学苦手って聞いてたけど平均点が低めだから苦手って聞いてたけどやっぱりできるなとじゃあやっぱりちょっと来年度はもうもう少しちょっとレベル高いの出そうやということでまあ会計学はまあちょっと難しくなるでしょう おそらくね、ですからその結構この点数なんて見てると面白くてですねだからこの2014年から2017年はねあの田代先生それから石田先生という方で、まあ、2014年までだから会計学も経済学も2人とも、えー、会計学も経済学も両方ともですね、あのー、新しい方が参入したとしてねそれで会計学はその、えー、田代先生石田先生が4年間やってっていうことだったんですね。 まあだか2014年は経済学がさじ加減難しかったということですよ大野先生藤原先生さじ加減難しくて平均点25.9点ですよ30点下回ってますよ、ね。今年に関しては山田先生坂上先生さじ加減ちょっと難しいなということで54.4点ということでかなり平均で上げちゃってるわけですよですから初年度は難しい来年はおそらく藤原先生は降板ということで初年度とミクロ経済学の先生の方初年度ということでちょっと荒れる可能性があるかなと私は分析して おりますでは次なんですけど。 えー、使用教材ということでありまして、まあ、教材はあ使用教材を絞ると、えー、それを何度も繰り返すということが私は大切だと思ってるんですよね。やっぱりね手を広げすぎるとですね、まあ、予備校の教材も使いますとそして一方で、あのー、市販の教材も使いますとで私は、ね、市販の教材はっきり言って素晴らしいのいっぱいあるんですよ最先端の理論なんかを優しい言葉で語ってっていうねだけどはっきり言ってそれは進めません。 でなぜ進めないのかというと試験の傾向とは違うからなんですよ。 だから私はね、自分の先生の先生がジョセフ・スティグリッツって言ってノーベル賞を取った人で、まあ、スティグリッツって世界最強の経済学者だと私はもう思ってるんですけどスティグリッツの入門者向けに書いてるテキストっていうのがあってそれは日本語版で訳されてます私の先生が訳しておりますそれをぜ本当は読んでほしいんですだけど試験の傾向とは合ってないんですよ何が合ってないのか ISLN 分析 ISLNBP 分析説明してません ISLN 分析と, B とか ISLNBP 分析が出るんですよ本試験で。 書いてないんですよ。 だからそれはさすがにどうかなっていうことであのスティグリッツの教科書を、ねえー、勉強してそれで公務員試験を受ける人も、まあ、いるでしょうからだから私のえ先生がねあの、まあ、あの日本語版っていうことで、えー、なんかこうね ISLNPP 分析とかちょっとホロンみたいなことで付け加えておりますけど、まあ、スティグリッツが書いてるそのね、えー、部分には書いてないんですよ ISLNPP 分析とかね。だからあれを使っちゃうと非常にこんな分厚いですから3冊ですからこの入門がちょっと薄いですけどミクロマクロと合わせる とこんな分厚くなっちゃいますからあれはねはっきり言って読んだほうがいいですよ合格後に読むべきだと思います私はそういうあれをきっちり読めば不動産鑑定士になった後に他の鑑定士と差別化ができると本当に思いますからぜひ読んでほしいですだけどあれを、えー、例えば 予備校の授業と並行してやるあるいは予備校の授業なんて受けないとあれだけやるとはっきり言って合格は遠のくでしょうねだって傾向が全然違うわけですからだから使用教材を絞り込まなければいけないということでありましてまあそれで言うとですねはっきり言って私はあの私以外の講師もね、えー、その会計学だったら香坂先生、ね、民法だったら豊岡先生ね、えーまあ、官邸理論だったら川原先生とまあおりますけど、まあ、みんなやっぱ分析しておりますよ。 分析に基づいて、まあ、適中騰連公開模擬試験ファイナル模試だあるいは、えー、試験対策講座だとかそういうのを作って提供させていただいているということでやっぱりその傾向に即したね、えー、問題あの教材っていうのが絶対必要になると思うんですよねそうじゃなかったらはっきり言ってコストパフォーマンスは悪いです。悪いいいうのは勉強しても受かりにくいですよ時間かけても受かかりにくいですよですすよらあ、まあ、使用教材はぜひ絞り込んでいただくと。 で絞り込んでいただいたものをですねひたすら繰り返すとよく予備校のね、えー、で勉強されている方は回すっていうふうに言いますけどひたすらそれを回していただければと思いますね。 でえー、っとまあ高課題という教材をね、えー、まあ,あご紹介させていただいているんですけどもまあ A とか WA とかねその辺を中心にそして漏れをなくしていただければなというふうに思っておりますねまあ今年のね、えー、ミクロ経済学だったらあの例えば独占だとかそれからあの費用低減産業ミクロに関しては A とか WA ですよだからあそこだけでもしっかりとやっていればまああのミクロ経済学に関しては満点近くとおそらく取れた。 かなといいう,うに思います、ね、でマクロに関しても、まあ、経済成長は B 論点なんで、まあ、なかなかできませんでしたという方はいらっしゃるとまあそれはそれでいいでしょう B ですから B 論点ですから。ただ あそこえっ、ー、というね「えー、と収穫一定」というね、えー、お話が、あのー、今回問われたんですけど収穫一定に関しては多くの受験生の方残念ながらやってない方が多かったんですよ私がリサーチしたところによると。残念ながら A だからやっててくれてるかなというふうに私は思ったんですけど、えー、残念ながらねあ「A でしたっけ?」みたいな感じで,です、ね、やってない方が多かったんですけど、あのー、収穫一定の話はあのこうかけて、A、論点だったんですよですからやっててくれればですねそこでマクロで例えば5点10点取れたと。 とということでまあちょっとまた一歩合格にちょっと近づいた方が多かったかなということで非常に残念なんですけどもだから A 論点っていうのは結構出るんですよ例えばね J カーブ効果結構ね予備校ではスルーだったんですよ。私の講義でも J カーブ効果は基礎の講義でやるんですけど直前ではあんまりやらないんですよね。何年か前にやったことあるんですけどあのその年はねやんなかったんですよ。J カーブ効果ねだけど効果期には A 論点ですから あるいは昨年なんですけども2017年に消費関数のお話が出たんですよ長期と短期の消費関数の違いっていうのがねでケイン長短期ではケイ,ンズのケインズ型消費関数が成り立つとで長期ではクズネツ型の消費関数が成り立つということで消費関数論争というのが60年代にあったんですけどその話がねえその大野えと村瀬先生が出題させたんですけど AA ですよこうかけてねですからこうかけて授業でやってなかったとしても A とか A の論点というのは出,る出ますから今年のマクロね もう壊滅状態ですはっっきり言って壊滅状態なんですけど収穫一定に関しては A 論点なんですよですからそこで5点10点もぎれとれればまた合格に一歩近づいたということでですからまうかけなんかは結構ね、えー、の毎年結構ね予備校の講義で多分まあどこの予備校でも扱ってないような講義でも A 論点とか w a とかねで結構あったりするんですよね。だから合格去年の合格者の方だったらね一番もう短期合格してもう在学中に短期合格した方またウェブで載ってるかな。 あのウェブでその対談で川原さんと確か対談されたあの女性なんですけど百田さんっていう方なんですけどねあの方なんか数ヶ月で合格されてますよ。ややっっぱり高系やってましたよねで私が消費関数の論争の話をまあ基礎の講座ではやってたんですけどあ,、まあ、あの方は基礎の講座も受けてたんですけどだからそれは見てると思うんですけどあの直前期にはやってなかったです消費関数のお話っていうのはね消費関数論争長期と短期の消費関数のお話っていうのはやってなかったんですけどあれできたっていうふうにねあの えー、合格後にちょっと聞いたんですけど「できてるに決まってんじゃないですかと」と「なんで?」って言ったら「WA だったんですから」っていうふうに言,言ってましたねその方はね。ですから WA の論点はやっぱりやらなきゃダメですよっていう、まあ、そういうことを言われてましたけど合格者の方はですね。ですから、まあ、やっぱりそ WA の,の論点というのはやっぱりこう合格される方はちゃんと潰してると授業で仮にやんなかったのということでそんなにまあねめちゃめちゃ多くありませんから「こうかけ」っていうね教材はね。そんんなに分厚くありませんから先ほど私がご紹介して させていただいたスティグリッツの本合格後にぜひ読んでほしいですけどもこんな分厚いですよこんな分厚いですからもうカバンに入ったらもうカバンがパンパンになりますよねですからそんな分厚くないですから合格なんて高々これぐらいですからねですからまあ効果系を中心にやっていただくのがいいかなと で的、えーまあ、中公開模試ファイナル模試というふうに、まあ、直前期のですね、えー、問題がありますけど、えー、こちらを、まああね、こ,こ,のこの辺で私はもう当てにいっておりますからね、まあ、だからその昨年のね外部制であるだとか今年の、うん、費用低減産業であるだとかあの辺はっきり言って公開模擬試験でやってるのがありますで先ほどちらっと申し上げた公共財とかゲーム理論公共財も公開模擬試験、えー、ゲーム理論は的中遭練で当てております。敵中等連は3回 公開模擬試験は二回ですよたかだかその三回と二回で当てるっていうのはそこに盛り込むっていうのは結構大変なんですよだからよく勘違いされてる方はね当てた当てたって言うけどあんだけなんかいっぱい講座やってれば一つぐらい当たるでしょっていうふうに言うんですよ何にも知らない方はだけど違うんですよ公開模擬試験で当ててるんですよ的中等連で当ててるんですよたった三回ですよ的中は公開模擬試験たった二回ですよファイナル模試はたった一回ですよそこで当てるっていうのは結構大変なことなんですよねですからまあ。 あ,のあんだからそれは私だってね J カーブ効が基礎の口座でやってますからねあ,あるいはあの消費関数労組基礎の口座でやってますからそれはかすりますけどそこでやったのが当てたっていうふうに私は言ってないんですよねですからなんかねあ,のあんだけ当てた当てたって言ってるけどあの当たるでしょってそれはそ,そこまで含めれば当たりますけどね私が大体当てたって言ってるのはこれなんです私が当てたって言ってるのは的中公開もしファイナルもしこの辺で 当てててたいなと思って作っ作るわけですで私は経済学の講師ですけども、まあ、ライブ講義だったら会計もあの、えー、あの講師としてあの水道橋に立っておりますけどもあの、まあ、会計学の講師民放の講師、えー、もう本当に的中をね、えー、させようと思って作っておりますから是非、まあ、ね手に入れて使っていただければと思いますね。 でインプットとアウトプットということでありまして、まあ、経済学は図式文章を理解するということでやっぱりねグラフですね特にね特にグラフそして数式かなと。 民法なんかはね文章をしっかりとっていうことだと思うんですけどもあの経済学はだから違うんですよ。あの一つの現象をですね文章でも明らかにするとでさらにですね,ねさらにえグラフと数式特にグラフになりますね特にグラフになりますけどだから経済学っていう学問はねだから逆に言えばねグラフ 数式ここをうまく使っていただきたいんですねだから多少文章が下手くそであったとしてもグラフできちんと、えー、その現象を示しているのであれば満点ですよあるいは多少の減点ですよ、ね、いくらプロが書くような文素晴らしい文章を書いたとしてもですねグラフが間違ってたら0点ですよはっきり言って ね、それぐらいやっっぱグラフってい,うのは重要ですいくらなんかねプロが書くような、ね、文章をね書いたとしてもグラフが違うんだったらもう台無しなんですはっきり言って何が台無しか分かってねってことになるんですよ暗記してるっていうふうになるんですよ経済学者は暗記してる人を非常に嫌いますはっきり言って。 まあ私これからねちょっとあの飲みに行くんですけど大学の先生とね。ならなんかねだあのこういう商売やってると経済学でも暗記え経済学も暗記だっていうふうな先生が中にはいるんですよねってことね大学の先生と飲んでて話したりするとそんなやついるのえー、みたいなね驚かれますよ。やっっぱり暗記っていいうのは経済学者一番嫌まますかからね、まあ確かに あの全部が全部理解っていうのは間に合いませんからだから私の講義でもねやっぱりここはごめんなさい暗記してくださいってそれは出てきますそれは若干出てきますけど、ね、経済学は暗記だっていうそういったなんかポリシーの方も中にはいらっしゃるようなんでそれはすごいなっていうふうに思いますけどね。私よく飲みに行きますけどあの やっぱりね、あのロジックだろうっていうふうによく言うんですよね。だからまあ、全部が全部、それは難しいですよ。全部が全部、350時間ずつ、時間全部ね、そのロジックで、えー、理屈をね、えー、こう確認してっていうのは、それはもう日が暮れちゃいますから。ある程度のところで止めるっていうのは、それは必要です。で、そのさじ加減って、やっぱり難しいんですよね。ですから、まあ、あの、完璧に、その全部理屈をね、えー、分かって、それで、えー、っていうのは、まあ、ちょっとね。 だからそこまでの完璧主義にはあの陥ってほしくないんですけどただあの一方でね写経みたいに暗記するっていうのはやめていただきたいんですはっきり言って、ね。やっぱりある程度理解すると。 だけど100%の理解って難しいですから、まあ、7割だとかあるいは6割だとか、まあ、ある程度の理解でどん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 先に進めていただかないと終わらないですからだからその辺のさじ加減は非常に難しいんですけどだから短期合格される方っていうのはその辺のさじ加減が非常にねあのまあ上手っていうことですね頭の良し悪しこれもありますもちろんでも頭の良し悪しよりもその辺のさじ加減かなということでだからロジック理解これは大切ですはっきり言ってそれを、えー、それがない方ははっきり言って採点してる経済学者は嫌いますからだからそれは ロジックその辺は理解大切にしてほしいんですけどだけど完璧主義に陥らないでいただければと思いますねそんなことやったら日が暮れちゃいますよ経済学だけで1万時間必要ですよそんな時間はありませんからあのある程度のところで止めていただければと思いますね <laughs> で、えーまあ、繰り返しこそ勉強の基本だということでやっぱり何度も何度も繰り返すとだからね、まあ、どういうふうに勉強したらいいですか復習したらいいですか、まあ、昨日もあのご質問を受けました、えー、昨日ね6時に終わったんですけど、えー、それから私あの水道橋出たのがもう9時過ぎだったんですからね、まあ、いろんな方と話してということで、まあ、いろんな方がそのいろんなこう、まあ、学習相談ということで、えー、私の方もそんなに会う機会ありませんからねあのいろいろお話しさせていただいたんですけどもやっぱりどういうふうに勉強するか。 すってい,い,いうことをよく言われますがやっぱりねグラフを描くとと、ねえー、いううことですねもう毎日書いていただきたいですはっきり言って毎日グラフを書くとやっぱりね空いいた期間が長長くくなななればなる,長くなるほど更地になっちにっゃいますよせっかく理解したせっかく暗記したそういったグラフとか数式がやらない期間が長くなればなるほどですねすっからかんなになってしまうさらちになってしまうそうしたらもったいないですからはっきり言って。 だから毎日何かしらちょっとねグラフをちょこっと書く、ね、ペラッて開けてあこのグラフ書いとこうかと、ね、何かしらこう経済学に関してこう体を動かしておけばですねあの結構引っかかりますこう結構残ってくれます。何もやららなかったすすぐ抜け落ちますね なので、えー、繰り返しこそ勉強の基本だとで毎日仮に5分でも、えー、5分しか取れないということであったとしてもねだからあ今日は、うん、会計学を中心にやります今日は官邸理論を中心にやりますそれはいいでしょうだけど経済学も5分ぐらいちょうだいよということでどの科目もやっぱり5分10分で、ね、毎日やるとずいぶん違うんじゃないのかなというふうに私は思ってるんですよねあの本当に私もだからサラリーマン経験しておりますから伊豆自動車というところでサラリーマン経験してるんですよ財務部門にいましたけどで。 あのいつか経済学を使った仕事をやりたいなというふうにずっと思ってたもんですから、えー、毎日やってましたやっぱりグラフを書いたりだとかねあの数式こういうふうに展開するようになってなんかこうね、えー、やってましたよ。 だかから結構ねね抜けなかったんですよ、ね、非常にでやらなかったことは何かだって大学院って院時代は英語ばっかりなんですよ英語で文献読むんですよ英語でで文献読むんですけど英語をねもう全然あのサラリーマンなんてや,やらなかったもんですから英語はもうすっからかんですよはっきり言って。英語はすっからかになっちゃいましたけど経済学は残ったとなぜ残ったのか毎日やったからなんですよ。 ななななぜ英語はっっっかかかららになっちゃたたのか全然やらなかったからなんですよもうの、ね、もう i 育のね点数なんかも最後ボロボロだったですからねもう,もう忘れちゃいましたけどあの人事からね仕事が忙しいから受けませんって言ってたんですけどなんかい,いつか,なんか逃げられない状況を作られましてですねお前受けないと駄目だぞっていうことでなんか受けましたけど全然勉強してなかったから点数も全然伸びないということで陰性の時代受ければね結構良かったんでしょうけどもですからやっぱりやらないと落ちます更地になります。なので繰り返し毎日少しでも からやっていただくということが必要かと思いますね。でそれからアウトプットですね。やっぱ当連を受けていただきたいですね。あのー、まあ。 うん、答案練習会ですね、えー、これを本番の状況で受けていただくだから理想はレックに行って受けていただくこれが理想ですただ受けられないといけないとレックにはという方は、まあ、どっかね本番に近い状況、まあ、時計をちゃんとね、えー、持ってそれ測っていただいて本番に近い状況でやっていただければなと思いますねだから家じゃない方がいいんじゃないかなと家だったらね宅配便のお兄さんがピンポンって来ちゃうかもしれませんから宅配便のお兄さんが来ちゃったらやっぱり出なければいけませんからそうしたらテスト中断して しまうんですよやっぱり時間をきっちり測っていただいて本番に近い状況でやっていただくということが私は大切かと思いますそれをやってない方はやっぱり本番でボロが出ますからやっぱり本番に近い状況で鍛え込むそれをやってる方は本番でボロが出にくいんです本番で力を発揮しやすいんです ですからボロが出ないようにやっぱ本番に近いような状況で別にレッコなくてもいいですレッコなくてもいいですけどなんかそれに近い状況でねやっていただくということがいいかなとだから私がもし受験生だったらね、えーまあ、10時から試験がスタートするじゃないですかやっぱ10時になんかこうね頭がさえるようなそういったことをやりますよね。 まあ、なるべく土日の時時に時間をを作ってででですすねそこここ練習会をどこかでやるとということをしますよ、ね、私院生大学院生の、まあ、試験っていうのがあるんですけどやっぱり本番に近いような状況をですね想定して私はトレーニングしてきたつもりなんですよ当時はね。ですからやっぱり本番に近いような状況だから夜中「答案練習会」それは時間がない時はもう本当に致し方ないということはあると思いますけどできればやっぱり土日の10時から、ね、本番の時間帯で あ、一番いいあのアウトプットできるような、えー、体を作っておくと、これが必要かと思いますね。で、これです。私はいろんな授業で申し上げてますけど、練習は本番のつもりで、本番は本番は練習のつもりでということですね。だから練習こそね本番のつもりでやってない方はですね、本番でボロが出ますから、もうあのこれは本番だと、これは本番なんだっていうそういったあの気持ちでね受けていただくと。 で、それをやってれば、本番が練習のつもりで受けられますからね。ですから、まあ、そこをしっかりとやっていただきたいかなというふうに思っておりますね。で、見た目も大切ということで、綺麗な字で、それから濃く、大きく書いていただければと思いますね。まあ、綺麗に書いてください。これよく言われてると思います。だけども、それだけじゃなくて、ちょっとね、薄い方がいらっしゃるんです。特に女性です。薄いと、はっきり言って、学者で高、高齢の先生だったら、見づらいです。 ねえー、先ほど申し上げましたけど私の先生はねやっぱり目やっぱ悪かったんで、あのー、よく拡大コピーしてますよだから私が院生の頃ねアルバイト代出すからちょっとこれ拡大コピーしておいてくれみたいなことでなんかこう何倍かなんかにしてですね、まあ、一緒にこう大学院にいたところ、えー、読むんですよなんか英語の文献をね。でそれを、えーまあ、今週はこれぐらい読むだろうからここのところちょっと拡大コピーしておいてくれみたいなねアルバイトでんかやったりもした記憶がありますけれどもだからやっぱりこうね、えー、薄かったら読み 読みづらいですよ、ね、小さかったら読みづららいですよですすよから濃く大きくやっぱりね、えー、書くということが必要かなとまあ程度問題ですけどねバカでかく書きすぎたらお前何やってんだっていうふうにね試験員の方に思われてしまいますからもちろん程度問題なんですけども小さい方多いんです字が薄い方も結構多いんですそして汚い方も多いんですそこを気をつけるだけで私はこう思っております、えー、一番最後にちょっと書きましたけど1科目だけでも23点の減点っていうのはあり得るかなというふうに思いますよ ね、一点二点で落ちる方はいっぱいいらっしゃいますよ。ね、この合格ラインのところっていうのはひしめき合ってるんですよ。 合合格ラインののところっってては非常にひしめき合ってるんですよね私あの大学で採点してそれで、まあ、成績評価しておりますからあの A と B っていうのをつける時にねやっぱりそのあの80点というのが基準になるわけですよ80点以上だったら A なんですけどその辺のラインに結構ひしめき合ってるわけですよね79点とか78点とかねあ79点かまあちょっとじゃあちょっと。じゃ はい、もう A にしとけみたいなねそういうのはあるんですけども本試験だったら79点だったら、ね、A にはならないわけですよ。点ですからその1点2点っていうのが合否を分けるわけですよ。 ちゃんとと勉強やっってている方にもねで。そういう報告も受けますよ。1点で落ちました2点で落ちました数点で落ちましたいろんな報告が受けますよ。で人によっては2点3点1科目だけでも汚い字であるいは薄い字で読みにくい字でそれで減点される方いらっしゃるんですよね。そうしちゃったらこれが経済学だけでも23点ですよ、ねまあ。例えば経済学だだけで3点点減と。 教養3科目だけでサザンが9で9点減点ですよ、ね、9点つったらもう結構それだけでも合否かなりね全然変わってきますよね。ですからそういう方も中にはいらっしゃるんでやっぱり見た目も大切なんだなと、ね、見た目も大切というねだからこれ一番初めの方は少なくとも綺麗に書いてくださいよ。 最後の方はもう時間がやばいから汚くなりました。これは試験員わかりますよね。最初の方は綺麗だったのに最後の方はなんか汚いと。あこの方時間がもう最後やばくなったから急いで書いてあじゃあ最後の方字が乱れ見れたんだなっていうのわかりますよ。初めから汚いこれはダメですよやっぱり、ね、受かる気あるのっていうふうに思われますよ。受かりたい自分はっていうふうに思わせるとは。それやっぱりこう伝わりますからね。 まず読みにくいから当番の印象が悪化する。悪化すると点数に響きます。そして私はねこれを強調してるんです、ね。読みにくいと何を試験員はするんですか。私もこれをしています。何度も読み返すんですよ。読みにくいから何度も読み返すんですよ。だから読みにくい字の方 私読み,にくい読みにくいですっていうふうにちょっと答案にコメントを入れたりするんですよ申し訳ないんですけどもう嫌われちゃうかなっていうふうに思うんですけどだけど読みにくい字で私が読みにくい字だというふうに思ったならば死刑の人も読みにくいと思ってるはずなんですよ。 それを伝えないとはっきり言ってその方が、ね、不利益を被るだろうということで私はもう,もうこれ読みにくい字ですっていうふうに私が指摘したらそれ指摘された方からすればさね、えー、お前ごときに指摘されたくないっていうふうに絶対不愉快な気持ちを抱くと思うんですよ。だけど私はもう、えー、嫌われるかなっていうふうに思うかもしれませんけど、えー、もうあのそれでも書きます。それはは受かかっっっててしいから、ね、はっきり言って でなぜその読みにくい字だとダメなのかって何度も読み返すんですよ本当にだから綺麗な字の方読みやすい字の方別に達筆じゃなくてもいいですよ読みやすい字の方だったらまあ例えば5分10分で採点できるところが読みにくい字の方だったら本当に倍ぐらい時間がかかる場合によっては3倍ぐらい時間がかかるんですよ何度も読み返すから何度も読み返すから時間がかかってしまう何度も読み返すと何が出ますかボロが出るんですよボロが出るあこれあこれダメじゃんって、ね、1回目スーッて読んだ時は気づかない、ね なあ回3回読んであこれ全然ダメじゃんっていうの気づかれちゃうんですよだから綺麗な字を書いてればスッて読まれて気づかれなくて原点せずに行っちゃうんですよそういう答案が得じゃないですかね汚い字を書いちゃって何度も読まれちゃってボロが出るって人間ねねちねちやられたらボロが出ますからそれはたけばボロが出ますからボロが出ないように綺麗な字を書くだから私はブロックしてほしいんですよ。 自分をブロックするためにきれいな字を書いていただきたいかなというふうに思うんですよね。でバランスのとい,いうことでありまして得意科目を作る苦手科目を作らないということでありましてね、えー、それはさっき言った通りです受験生のレベルを超えるる難しい問題が出ることも多いからってことですね。ね例えば具体例で今年ですね経済成長経済学で経済成長出ましたポール・ローマンの内政的成長理論ですっきり言ってこれ。 あのポールローマは2018年のノーベル賞ね取りました、ね、内政的経済成長理論でそれが問われてるんですよもちろんレベルは違いますよもちろんレベルは違いますけどあのポールローマの内政的成長理論が、えー、今回問われたってことですよねそれはノーベル賞の理論だからそれは難しいですよね。 経経済済成成長長そそももも難ししいでです。今まが問われたとしてもソローモ,モデルっていうのは戦後のモデルでそれが経済成長の分野を発展させたわけなんですけども80年代に入ってそれをさらにバージョンアップさせたそれがポール・ローマーの内政的成長理論なんですよそれが問われたんですよそれは難しいですよ。ソロの経済成長モデルでも難しいね大野先生が2014年に出したそれであんなに平均点が低かったわけですよ。 それだけ難しい経済成長理論はね、それにさらに輪をかけたバージョンアップさせた内政的成長理論ですよですから非常に難しいんですよだから藤原先生の忖度が今年なければ平均点はもっと低かったかなっていうふうに思いますねだから難しい問題が出ちゃうんですよ経済学で出ちゃったら経済学が得意な方は点数が経済学で稼げないんですよ全然経済学ができない初学年初学者の方 ね、担当を受かって経済学勉強終わってませんそういった方も0点に近い点数何年か勉強して経済学で点数が稼げるだけど、ね、今年みたいな問題だと稼げないんですよ難しい問題が出ちゃ,うか出ちゃったらだから経済学で点数稼いでやろうっていうふうに思って、ね、運が悪かっったら稼げなないってことなんですよ例えば今年の問題ですよ経済成長稼げませんよはっきり言って理系の方だったら数式の展開が得意だから。 意味わかんなくても解けますけどでもなかなかそういう方ばっかりじゃありませんからな、えー、だから経済学で点数稼ごうっていう考え方はやめていただいて苦手科目を作らないどの科目も6割はいけるだろうっていうねその力をつけてほしいんですよね経済学で7割8割取って自分は民法苦手だから、ね、民法の代わりに経済学で頑張りますそれはやめてほしいと。 それやっちゃうと今年みたいな問題が問われたらもう本当に駄目になっちゃうんですね。でこれ会計学学ででも言えまますすす 2013, 2013年ですね会会計計事業分離が出ておりますこれ会計士の方はね事業分離なんてこれはよく出てきますからねそれは会計処理必要ですよ。だけど事業分離なんかはその会計士さん以外だったらなかなかそんなに知りませんよ鑑定士さんだったらね。 だから例えば今年出た有形固定資産であるだとかあるいは費用収益対応とかねそういった伝統的なお話とかね有形固定資産だったら鑑定資産もやっぱっぱり知ておくべき問題だと思うんですよね会計資産と一緒に仕事をするときにやっぱりある程度の会計の知識っていうのも必要になるだろうと費用と収益の対応であるだとか引当金繰り延べ資産あるいは、えー、有形固定資産のね、えー、収益的資質資本的資質とかあ,あるいは交換の時のですね取得原価 ははどどううすするるののかかとと、えー、付随費用はどうするのかとそういったお話なんかはねやっぱり知っといた方がいいですよだけど事業分離それはもうしょうがないですよそこまでやれっつったららもう本当会計学でで時間ぐらい必要ですよ、ね、ですからうそういう問題が出ちゃうんですよ2013年で,、ね、で出ちゃったら会計学で点数稼げませんからだからどの科目もバランスよくと、ねそ,こまあ、そこが短期合格のポイントだと私は思いますんでね。 でまとめということで、まあ、本試験の傾向を踏まえた教材で学習する、まあ、具体的には高果形的中等練公開模擬試験ファイナル模試あるいは試験対策講座とかそういったところになります。で、えー、全ての科目をインプットとアウトプットを織りまぜてバランスよくというね得意科目を作らないと、まあ、得意科目があるんだったらもそれはそれでいいですけども苦手科目を作らないと、ね、苦手科目があると長引いてしまいますんでね。 それから、えー、本番を想定して繰り返すということで、まあ、何度も何度も繰り返し勉強するわけなんですけど、まあ、やっぱり時間を測って時間が足りなくなってもそこでやめると。 そうしないと時間の感覚が備わりませんからやっぱり時間感覚本番を意識する、ね、練習こそ本番のつもりで解くと本番こそ練習のつもりで受けるんだとそれをやっていただかないとなかなかですね本番で力が発揮できないということになってしまいますのでぜひですねまあそんなところですね、えー、まあ踏まえて勉強していただくといいのかなというふうに思いますねすみませんなんかやたら延長させていただいておりますけども、えー、経済学の方は以上と させていただきます。どうも皆さんお疲れ様でした。